昔のガクトと言われて、ママさん結構やんちゃ好きですよね。どこでもドアがあるんで。でこれからね、京都丸 RV パークの方面の向かっていくんですけど、その手前にね、モンキーパークっていうちょっと遊園地チックなとこがあるんで、そこも寄っていきたいなと思います。はい、モンキーパーク着きました。車はね、駐車場広いんでキャンピングカーでも楽勝で止めれます。はい、はい、メンコだ。はい、はい、メンコ、こんにちはって。はいよー、こんにちは、こんにちは、こんにちは、お猿さん、よいしょ。うん、アンパンマン大好きだね。広いね、でもね、駐車場も広いし、で遊園地が隣にあってね、空いてる。いや、普段がどうなのかわかんないけど、遊園地と両方来たい人は朝からだね。平日が4時までなのかな、まあ暗くなるからか。うん、だ夏は6時くらいまでやってんのかな。はい、モンキーパークお疲れ様でした。ガラガラでした。でここから RV パークが9キロくらいでございます。はい、でジアはパパのサングラスが気になってしょうがない。はい、落ちる落ちる落ちる。はい、到着、あと 500m、 湯の花アイランド、湯の花市場がもうすぐそこにあります。ここでとりあえず離れてるところで止めたいと思います。よし、はい、こんな感じ駐車場で、あっちが多分お風呂で RV パークとかあると思います。で目の前に湯の花食堂、土田御前横丁、お祭り広場、湯の花市場っていうのがあります。ほとんど閉まってるのかな。市場が奥、横丁は閉まってる。この市場の横に食堂があります。メニューね、あ、フードコート見たくなってる。すごいじゃんこれ、刺身とか魚太郎、ビビンバとかアルコールも売ってて、ポテトフライ、皮付きじゃなければいいんだけどな。9時からこんな感じ、時間オーダーストップ18時半、ちょっと終わるのが早いかな。これ飛騨牛ステーキ、こんな感じだけど、刺身か、エビ、コースかな、
年会費いくら、どうすか、うん、はい、あのお方待ちになっております。お風呂向こうにあるの、サイトも RV パークも、で RV パークもめちゃくちゃ広いのさ、ここキャンプ場も作っちゃってるから、普通の、あと室内の焼肉のバーベキュー場とかランドリーで、室内のシンクとかすごいんだよ、ここ多分日本一だと思う。そう、ここで買ったものを焼いてバーベキューとかやってお風呂入って車中泊とかキャンプしてる人とかがいる。 RV パーク湯の花9番サイトと10番、あ、で ここが使えるんですね。なんでオーニーがここ出せる、はい、こっちになっちゃうんで、はい、ちょっとああいうなんていうのテントみたいなのがないと。悟空さんの建てれますかね。あ、ここ前回ここでやってるんです。あ、じゃあ OK です。はい、ここは流し、はい、お湯出ますか。はい、ね、はい、ここが、あ、こっちも使えるんですよ。はいはい、こういう、あ、でランドリーがあると。で電子レンジ、これ洗剤は持ってこなきゃダメなやつですか。300円、洗剤どうなの。洗剤ないね。洗剤多分積んでるな。はい、OK です。あ、で電子レンジとポットもあります。あ、もう最高、天然温泉なんですよ。すごい、はい、サウナとかも、はいはい、混んでますね。いつもこんな感じですか。今日空いてる方ですか。これまだ少ない方かな。はい、はい、じゃあいろいろなんか買ったりとか食べるんですか。はい、はい、でフロントで受け付けよう。1個は取るんだったら別コンセント、はい、でこれが電源、これが、鍵ですね。電源の鍵、電源の開ける鍵で、はい、オレンジが、でこっちは照明、照明、あ、あでこれが電車、電車これ無料で乗れるんで、中は普通に見れる、見れるだけ、あ、だけ。じゃあ飲んでいいですか。あ、もう飲んでるじゃないですか。フライングじゃないですか、いつも。でもね、飲まんってやつ。じゃあ、ちょっと置いた。おい、2日ぶりですか。2日間ぶりくらいですよね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。乾杯。乾杯。あ、うまい。なんか正月はね、うん、ずっとなんか吉川さんとか年末遊んどる感じで、年末年始ちょっと間が空いてるんだけど、はい、3、4、5、2日ぶりくらいですね。はい、今宵のメインノース肉ステーキ、バイバイ。割りかしめんどくさ。はい、悟空さんからいただいたね、この焼酎、鹿児島さん、わからんお酒をいただきました。ありがとうございます。いえいえ、もういつもお世話になっております、ね、あ、でも口当たりが多いですか。さらっと、よかったな。ありがとうございます。誕生日プレゼントいただいちゃいました。少し早い、若干もうこの30キロ痩せてた時はもう、豊橋のガクトと言われた、いや、そんなことない、そんなことない。お母さんの出会った時は30キロ痩せてた。ガクト。人間？あ、もう会った時は太っとったね。誰？まあ、違う、こっち。こっち？こっちは、もうちょっとあれだった。トウモロコシ時代だったから。で、頭がね、あの、鈴がついとったっちゅうじゃんね。パンチパーマだったね。パンチパーマ。ママさん結構やんちゃ好きですね。で、でもそういう外見なのにこう優しいから、やっぱ女子ってそこに行くよね。もうだいぶ長いです。30年ぐらい。24。出会いは何なんですか。出会いは。友達の紹介なんだっけじゃないでしょって。いつもこうだもんね。だってほら、なんだっけ、うちの姉とあれでしょ、あの友達、同級生が知り合いだったんだよね。
最初それで付き合ったの。そうなの。変な関係。変な関係。出会いはでもね、ママさん17の時から付き合ってる。犯罪だから。犯罪。僕さんが何歳だったんだっけ。22とかじゃなかった。22とか17。5つ違うんで。犯罪。めちゃくちゃ長いっすね。純愛じゃないですか。いやもう結果もう男はクソだっていうことよね。嫁はんがいないと生きていけないんだから。もうね、男たるものね、春吉もよく聞いた方がいいよ。男たるものね、女子がいないとね生きてけねえよ。もうあのツイッターのお弁当見ててね、愛されてるなと思って。あのカレーのお弁当は俺も食べたい。あれ美味しいですね。月にね 2,3 回あるんだよね。あれ美味しいですね。大好きな。え、あれあの保温のやつにカレー入ってるんで。知ってる、知ってるよ。もう何回も見てるよ。うまそうだなみたいな。でもご飯もあったかいで気使ってね、結構野菜多めなんだよ。もう国分さん愛されてるよ。もうお弁当を見るとね、彩りも完璧なのよ。おはようございます。朝今8時半くらいですね。施設ね、紹介していきたいなと思います。高さがね結構あるんで、入れば大丈夫かなと。1から7、駐車と芝生エリア分かれて、ちょっと長いのは厳しいかな。まあトレーナーとかは行ける。力を歩いて向こうの、まあ何メーターくらいかな、200、300ないくらいの距離を歩いていくと、お風呂そして受付をやってくださいと。でここに新しいサイトができて、キャンプ場になってます。いろいろ奥までサイトが、ABCDEFGH8サイトか、ウッドデッキのサイトがあるんで、車を駐車場に止めてお風呂入って、ここでみんなでキャンプができる。で子供たちが遊べるアスレチックもありますよと。はい、やらな、16サイトプラスキャンプが8サイトで、12月から3月下旬まで閉まってるけど、室内バーベキュー場がありますよと。でこの建物の奥入っていくと自販機あります。で缶ペットボトル、ここでもゴミ処理できます。でシンク、まあもう炊事場みたいな感じになってます。で洗剤、たわしなども置いてあります。バーベキュー用コンロとか、まだ金玉をしてあります。で奥に、ポット、お湯もあって、電子レンジで、ランドリー昨日3回回しましたけど、洗濯が300円、乾燥機が30分100円で、ガスではないんで2時間くらいはね、乾かすにかかっちゃうかなと思います。でこっちにもシンクが、炊事場がありますよという感じになっております。だからここが開けばもうほんと全天候型でできるんじゃないかなと。まあ予約がねなかなか取れないみたいなので、週末は早めに予約してオフ会とかでもね、小規模なオフ会とかだったらできるかな。でここは24時間トイレで、夜はもうそこ入り口入ってくると人感センサーで、照明明かりつきました、昨日夜。はい、でトイレも人感センサーでつくと。
RV キャンプ場紹介場所です。ゴミこのサイトのちょうど中心にあります。でこの水が開いていて、段ボール、ガス缶、瓶、ペットボトル、空き缶、燃えるゴミで、炭、置き場があると。8、9、10、3台、こうね、7.5 メーターでも行けますよと。二軸でも行けると思うし、で後ろがこういうテントも立てれるスペースがあるんで、このサイトはね、もしかしたら人気かも。湯の花アイランドさん、どうでした？最高でした。はい、でこの後はね、ちょっとね観光をしながら帰っていきたいなと、いよいよもって吉川家この旅終わります。で最後ね、まあその帰り立ち寄った動物園の模様はねおまけで流すかなって思います。31日から始まり1週間の旅終わりました。今年もねこのソニックで頑張って旅していきたいなと思います。でチャンネル登録高評価、よろしくお願いします。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次の動画で会いましょう。頑張って帰るぞ、バイバーイ。お餅焼いてくれました、僕ママが。あほら、おおすごい、あんが入ってる。あんこ葉っぱうまい。一口ちょうだいねって言ってる。うまいよね。あ、かつ変に好きな粒あんだ。はい、豊橋自然博物館カンガルー、すごい小さい、みんなね、かわいい、かわいい、バラビーだ、 SL かっこいいね。電車、動物園になぜかどこでもドアがあるんで、そうだ、あの人のとこに行こう。あ、ここから来ました。埼玉から国久さんに会いに来ました。そうですか、はい、早かったですね。早かったです、秒です、秒。すごいね、ほらヤシの木からの恐竜がたくさんいるよ、恐竜。バイバーイ。